2021年元日に発表された NMB48 の新たな挑戦。新プロジェクト始動。戦う中 NMB ちゃうやろ。既存のチームを抽選によって6つのグループに再編し、劇場公演、配信イベント、ファン投票で競うというもの。閉塞した世の中だからこそ NMB48 らしいやり方でファンを楽しませようとの試みでした。なんかやっぱ昔の NMB の良さが改めて出せるなって思います。この感じもすごい懐かしい。劇場みんなが座って発表聞いて、みたいな、なんでそんなことすんのみたいな、もうびっくりな出来事が毎日起こってたので、だからすごい楽しみ。最後の一期生として NMB48 の全てに立ち会ってきた城間美瑠。この新たな試みでは6つのグループのうちの一つ、ミックスジュースのリーダーを務めました。優勝は逃したものの、チームにはリーダー城間を中心に新たな絆が生まれていました。そんな中、彼女は卒業発表をしたのでした。この場をお借りして私からご報告させていただきます。私、城間美瑠は NMB48 を卒業します、はい。私は NMB48 に入って11年目になり、最後の1期生になりました、1期生の中でも本当にたくさんの方に支えていただき、助けていただき、成長させていただいたからこそ、一期生のみんなを最後までしっかり見送ってから卒業しようと思っていました。今こうしてたくさんの素敵な景色を見ることができて、本当に最後まで残ってよかったなって思います。 NMB48 での11年間がむしゃらに全力で走り続けてきて、悔いなく後悔なくやりきったっていう気持ちです。一期生として過ごした11年の日々、多くのメンバーの卒業を見送ってきた経験は、まさに NMB48 の歴史そのもの。そんな彼女から改めて NMB48 の大切にしているものをチームメイトたちは受け取ったのでした。全チームが私は1位だなってすごく思いますし、みんなにもっともっと自信持ってもらって、ここから NMB また大きくなっていったらいいなってすごい思いますね。まあ、NMB48 の最初からを知ってるのは本当に最後の1期生で私一人なんで、そこは、NMB らしさだったり NMB の良さもまだまだ後輩に伝えたいこととかたくさんいっぱいあるので、この卒業までの期間が一番自分にとっても重要だなって思うので、しっかりそこは恩返ししていって、なんかさらにかっこいい NMB を完成っていうか、さらにかっこいい NMB にさせてから卒業したいなって思います。だからこの卒業までの期間は全力で NMB 愛を注ぎ込みたいと思います。エントリーナンバー4番、城間美瑠です。12歳です。よろしくお願いします。1期生の中で年少での加入であったこともあり、同期メンバーたちにとって妹のような存在であった彼女が大きく変化したのは、渡辺美雪の卒業がきっかけでした。美雪、そして皆さん、美雪が卒業する今、 NMB48 を私がこれから引っ張っていきたいです。おお、いる。そして生誕祭でも宣言しました、 NMB48 のセンターを狙っていきたいです。それは変わりゆく NMB48 を背負う存在になるのだと、自分自身を鼓舞するためのものでした。その後、
NMB48 を代表するメンバーとしてシングル楽曲で4度のセンターを務め、最後の1期生としての姿を在籍メンバーに示し続けたのでした。卒業コンサートには多くの卒業した1期生が集いました。久しぶりに共に立つステージ、 NMB48 のセンター白間ミルの顔から1期生の妹ミルルンの顔へと変わっていました。お別れします。11年間